こんばんは。ちょっとね、歩いていこうか、夜。運動不足ね、解消ってことなんだけど、夜なんでね、まあここが今家の前が一番明るいんですけど、ちょっとね歩いていきましょう。散歩散歩。はい、目がね慣れないと暗すぎるんでね、ヘッドライト、あれ、え、今気づいたけど雨降ったんか、知らんかった。息が白い。電灯があるとこはね切るか。まあ軽く汗をかく程度歩きます。まあ、今日はね曇りなんで若干空がね明るいけど、まあそれでも暗いね。なんかおるなこれな。森の中にはこれ上り坂ですね、ここね。はあ、まあ東京の頃はね、まあお店が終わってからウォーキングとかねしてましたけど、まあそれは世田谷ですから、夜もね街灯が明るいんだけど、山はね街灯ないからねこれね。あ、でも星がちょっと見えてるな。これね、これはねやっぱね知ってないとね歩けない。これ曇ってなかったらさ、空がね本当に闇ですからね。まあ今日もカモシカいましたけど、ね、何が出てくるか分かんないからね、気をつけて行きましょう。あ、なんだかんだでもうこの辺道が濡れてないね。ほんと一部だけだったんだな。そう、あのね、ファイザー2回目ね、打ちまして、やっぱ2日目だね。2日目きつかったな。まあ言われてたんだけど、なってみんとわからんね。まあ、僕はね、37.6度が最高でしたね。まあそれでもずっと2日目は37.3度、あの辺ずっとでしたね。あと関節、ね、筋肉の痛み、まあ、これがね、まあ、非常にだるい。まあ、もう何もする気も起きないってやつ。まあ、倦怠感っていうのに含まれるのかもしれんけど、まあ本当もうほぼ1日でしたね。で、まあ、3日目起きたら、まあ、終わってたみたいな。まあ、でも今でもね、あの肩の、注射したところの周辺はちょっとまだね、痛みっつうか、こうなんだろう、鈍さはあるんだけど、まあそのぐらいですね。うん、まあ人によってはね、2、3日熱が引かない人もねいますんで、まあそれはね、まあまあ良かった方かなと、思いました。はい、そんなファイザー2回目の報告。お、なんかおるぞあそこ。カボシカちゃんじゃん。子供の子供のカモシカちゃんがいる。親がいなくてよかったな。
目が光るから分かりやすいよね目が光ってるピカーンまあ電気切っちゃうと、うわほんとマジ見えねえまあ3キロぐらい歩いて戻ろうかね。光量の大きいヘッドライトがないと歩けませんね。ちょっとだけ県道のね明かりが遠くに見えますけど、おっと雲の巣かこれ。あ、雲の巣も上がるからいいねこれ。こちらお寺ですね。はい、ちょっと明るいとこですね。現在12度。あ、息が白くなくなった。やっぱ湿気だね。さっきの山の方は湿気があったね。明るいのはここだけだな。まあこれは県道ですね。さすがに街灯があると若干安心はするが、照射範囲から外れてしまったら暗いからね。まあちょいちょい車がね、あれ来ない。あ、月が出てる？あそこちょっとだいぶ細い三日月だけど、この辺は明るいですね。一応これバス停ですかね、これね。バス停ですから、ここね。はい、じゃあね、キャンプ場の方に向かっていきます。キャンプ場に行くわけじゃないよ。キャンプ場の方に向かっていきます。ちょっと目が慣れてきたかな。多分カメラでは分からんけどね。でもね、ライトはつけとく。獣がいたら分かるからね、目が光って。お、車が来る。なんかおるか。バカ、あれは。そう、最近ね、なんかおるよあそこに。ほれ、目が光っとる。だ、あれコウモリかな木になんかぶら下がっとんな。こういうのが面白いよな、森は。まあ、この辺はね、あの田んぼなんで一体まあ高原の田んぼなんでね、多分まあ獣はいないと思うけど。そう、まあ今日ね、あのウォーキングやってるのはね、まあ本当ならね、あのアブローラーもね、あのコツコツはやってるんですけど、やっぱりね、あのお腹穴開けてるからさ、ちょっとね、まだ本調子ってわけじゃないんだけど、あのそれでもね、まあ、意外と回復に向かってるんだけどね。ほら、さっき言ったあのコロナの副作用、あれでね、本当は昨日とかやりたかったんだけど、なんか筋トレしてないのに筋肉痛みたいな感じでさ、まあ、これ副作用の筋肉痛結構きついなと思って、もう完全に下腹部がピンポイントでね、あの昨日まで筋肉痛になってて、あ、ちょっとまだ、ね、ちょっと引きずってるんでね。まあ、なんで、今日はあの歩いてます。はい、そういう言い訳ですね獅子おどしだね。あ、でもね、暑い。
とりじっとり汗をかく感じですね。このぐらいがいいよ。また湿気が少なくなってきたな。そう、雨のね、降った形跡ないね。俺の勘違いだったな。あれは川の湿気だったか。ガサガサ言うとんな。まあなんだかんだでね、今日、午前中はちょっと仕事があって、午後はね、今週また水曜日に第2回目のね、あの市民講座で私はカメラ講座をやってますので、ね、それの第2回目のね、資料をね、午後は作っておりました。なかなかね、初心者に教えるのは難しくて、分かってるのかもどうかも多分ね、実演っていうか、ああいうのをやっていかないとさ、理解が多分深まらないんでね。今日午後はその、なんだろう、作例をね、何枚か撮ってました。同じ焦点距離で絞りを変えたらこういう風に背景がボケるとかさ、被写体の距離によっても背景のねボケ方が変わるとかさ、あと焦点距離がね変わったら同じ絞りでもねこんだけ変わりますよみたいなね、作例をね今日ずっと撮ってました。なかなかね、自然はいっぱいあるんだけどね、そういう被写体がなかなかなくてさ、動きのあるものもね、本当は流し撮りとかの作例を撮りたかったんだけど、車通んないからね。そんなに。だからうまくね表現できなかったね。難しいですね。でもこれもね初めてなんで、人にこう、複数に教えるっていうのは、初めてなんで、私いい経験でございますよ。反射板が眩しい。もうちょっと登れよ。車来るか。下りだ。いや、運動不足だなこれ。あれ、そっち行っちゃうの。残念。ブローラーでもね若干汗はかくんだけど、これはまた別だね。車来た。ただ歩いてるだけなんだけど、ここってさ、やっぱ平坦な場所がないからさ、登ってるか下ってるかどっちかだからさ、いい運動だよねこれ。平地をただ歩くのとはちょっとわけが違う。ちょっと今なだらかなんでクーリングだなこれ。あとこっからね、家まではね下るだけですね。一応この辺は標高600-630かなありますんでね、ほんの若干空気が薄い。
曇ってるな。相変わらず切ると、やっべ見えん、マジ見えん。歩けんわ。この光に慣れちゃうと消したら見えんね。なんかおるな。イノシシっぽいな。そこにもなんかおるか？ん？ね、猫か？猫だ。にゃんこだ。にゃんこ、こんばんは。眩しいよね。イノシシは勘弁だな。なんかおるけど光が届かんな。まあ、この辺は電柵が張ったるから多少はいいかもしれんけどな。カモシカは飛ぶでな。でも結構明るいんじゃないこれ。うん、これは明るいね。ちょっと空が、うん、でもつけよう。暗い。あら、タヌキやな。タヌキや。はあ、これ最後の下りですね。ちょっと今進行事務所に上がってから、降りてきました。これちょっと続けようかね。続ける場合じゃ無理かもしんないけど。ちょっとずつ、これまあいい運動だわ。まあ真冬はねちょっとわからん。路面が凍ったら無理ですけど。あとジンバルな。さすがの手ブレ補正機能も多分無理やろな、これ。はい、そんなことで、夜歩き夜歩きでいいのかな。あんまりね、都会とは違って光がないんでね、全く映えません。山間地域ですけど、またお会いしましょう。お疲れ様です。